うめえ、やば。鍋つゆオブザイヤー出ました。ミツカンの鍋つゆジャッジ。うちの鍋つゆも層が厚いぞというところをぜひ見てもらいたいなと思ってます。王者ミツカンが新たなシリーズを開発。辛いだけじゃない、コクや旨味も兼ね備えた辛や鍋つゆだけでなく、冷たい麺にも使える万能商品、麺と鍋。味付きの出汁でしゃぶしゃぶが楽しめるスープしゃぶ。これらでミツカンが新時代を切り開く。チャレンジしたくなってミツカンへ転職を決めました。いい和のお出汁飲んだ時に日本人で幸せになる感じがあるじゃないですか。それをなんとか伝えたい。商品開発で熱量大事だな。僕は満票を狙いたいなと。運命の最後の札上げです。お願いします。ときめく時を TBS。